ちょっとこっちもすごい部屋があるんで奥も行ってみます。すごいですね。こちらはどうでしょうか。わあ、めっちゃいいな。すごいです。寝室すげえいいな、ここ。わあ、いいな。ちょっと海外にいるような気分になりますね。今日もオーシャン撮影よろしくお願いします。こんにちは、EXILE 巻大です、オーシャンズの10問10答、今回もよろしくお願いします。そうですね、あの居酒屋 EXILE で当時2010年とかかな、はい、でなんかみんなでジンベエとか来て、はい、当時あの EXILE で Fireworks っていう楽曲で、まあ、花火なんですけど、はい、その、ドーベルマン当時インクのバージョンとして、うん、こう派手に打ち上げろファイヤーワークスっていうフレーズがあって、うん、はい、でそれをヒロさんがずっとこうループしといてって言ってそう派手に打ち上げろファイヤーワークスってずっとそれをもうループして本当に花火をバン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 やって、まあ、本当お祭りよりお祭りだったようなって感じで、あ、こういう使い方あるんだと思ってあの茅ヶ崎におばあちゃん家があって、うん、で、はい、まあ、EXILE のまっちゃんとかうさ、うん、松とかうさとかみんなでこう、まあ本当朝まで遊んで、うん、カレー食べたいってなって、うん、なんか、うん、まっちゃんとかうっさんとその当時一緒に海に行った友達とカレー屋さん行って、そのカレー自体がすいませんって言って、もうルーがあの何人2人分ぐらいしかなくてって言って、マジかってなって、じゃあこれもうあのシェアするんでってみんなで分けて、でそれがめちゃくちゃ美味しくて、すごい美味しくて、やっぱこう海で遊んだその帰りに食べたカレーっていうのは、そうシェアして量とか全然なかったんですけど、めっちゃ楽しかったですね。うん、あー、もうあとレモンサワーって言ったらやっぱそうなっちゃうかな、はい、すごいイメージあります。そうですね。でもなんか今はなんかこうレモンサワースクワットみたいなんで、なんか自分たちもオフィシャルでみたいなのがあるんですけど、うん、宝酒造さんのとかですかね、はい、でも、うん、なんかちょっとメモったの あったかな、ちょっとメモったの見ていいですか。はい、もちろんです、もちろんです。あったかな、あのボニークっていう調理器具で、なんかあの鶏の胸肉をすごくこう柔らかく、それにこうネギ塩、ネギ塩油っていう感じ、そのソース、あ、こんな美味しいの家でできるんだなと思って。なるほど。まあ本当なんだっけな。
まあ、自炊してた時期ももちろん、はい、ありますけど、はい、そんななんか料理って言えるようなものは、うんうんうん、一時期オムライスちょっと作って、なんかあの半分半熟に開くやつ、はい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 、それもなんかお仕事でちょっとこうそのレッスンを受けてみたいな感じで、でオムライス一時期作る、久しく作ってないですね、はい、うん。まあ、なんかジョン・キューっていう映画はすごい、あのデンゼル・ワシントンが出てる映画で、まあ息子さんにこう、まあ、臓器移植を しないとっていうので子供のために体を張る父親像みたいなのがすごく描かれていて、まあ当時も見てもいいなと思ったし、うん、なんか意外とこう家族の話だったりするのが好きかもしれないですね。なるほど。あ、もうお風呂、はい、今そうですね、やっぱ赤ちゃんのお風呂を入れるお風呂担当とか、はいはい、まあ掃除もしますし、うんうんまあ、それこそ作る方はあんましないですけど、うんうん、あのその後の食器洗ったりとかは普通にします。一番はお風呂かな、はい、お風呂入れて、子供のお風呂を入れる、はい、沐浴係沐浴いいですね。あれやってみたいですよね、あのクレー射撃ークレー射撃、はいはいはい、あれ面白そうだなとか思ってはいますけど、あのシザっていうアーティストがいて、はい、SZA ってスペルで SZA って書くんですけど、はい、なんかあの、まあ、いろんなアーティストに、はい、と一緒にやってきたそのシザっていう女性のボーカリストがいて、その方の声がめっちゃくちゃ良くて、最近 Spotify で、あ、こんな人いるんだと思って、でもその方の Good Days っていう曲が、はい、うん、あのすごくいい曲で、声がなんか久しぶりに、あ、いい声だなと思って、やっぱり新しい服を着させていただくと、やっぱこう本当に嬉しい気持ちになるというか、自分だけだと絶対に出ない表情とか、硬くなりすぎても、なんか自然な感じが、ね、できればっていう中で、そこをすごくこう引き出していただいてるんで、まあ、スタジオから外に出てっていうので、やっぱ少し海も見えたり、こう自然の空気を感じながらっていうので、すごいなんていうか少し開放感がある感じで、楽しかったです。